こんにちは。オイスポームの山口信之です。今回は1回目のセッションで何をするのかみたいなことでお届けしていきます。このアセスメントという部分ですね。支援者にも役に立ちますし、まあクレンズさん側にも役に立つかなと思うんですね。どのような質問をカウンセラーは1回目でするのかみたいなところでね、まあチェックリストになるわけですよね。カウンセラーの選び方みたいなところでね。あるあるなんですけれども、多くの支援者は 何が過去にあったのかってことを丁寧に聞く。家族構成を丁寧に丁寧に聞く。そして過去の、えー、トラウマ、ね、幼少期小,小学生の頃、中学生の頃、ね、どのようなこう生育歴があるのかみたいなことを丁寧に、まあ、聞きすぎているっていうことですよね。それを1セッション丸々やってしまうみたいな。じゃあ次からやっていきましょうかみたいなね。なかなか次、 行きたいとも,思わないですよ、ね、もう本当にひどいのはもうあの1時間のセッションを4回使って丁寧に丁寧にまあ1回聞くだけでももう最悪なのに4回聞くってもうねよくその方も通ったなというところもあるんですけれどもトラウマ症状が出てたりするともうあんまり過去のことはもう掘り下げて聞かないもうこういうまあちょっとトラウマがあったってもう事実をボンボンってもう確認するもう本当にそれはもう1分2分。 ね、家族構成1分2分みたいなことでできるわけですよね。もうそれもまあやってもい,いしやらなくてもいいっていうねクラニさんが話したければあまあ話してもらうでも数分にとどめ,、えー、めとくっていうところがあるわけですよね。それは安全にこうセラピーをやっていくためっていうことですよね。今がどうあってどうなっていきたいのかみたいなところをしっかり把握していくっていうことが、まあ、もっと大事なんではないかなって思うわけですね。 要するに今っていうのは日々どんなことを考えていてどんな感情があってねどんな生きづらさがあってどういうところがうまくいっててみたいなところですよね。でどうなりたいのかどうなりたいのかっていうのもまあ,あの丁寧に丁寧にあの深く聞いていくってことですよね。ただなんとなくどうなりたいんですかあそうですかみたいなねそういうことじゃないってことですよね。アセスメントをしながら 治療効果があるってことですよ楽になっていくっていうのはなぜかっていうとこのリソースっていう部分もしっかりやっていくからですよね。まあ、リソースっていうのは強みとか資源とかってことですよね。だから過去のことを聞いたとしてもなぜそんな大変な中やってこれたのか大変な状況で状態で よく仕事できてますねどのように仕事ができるんですかどのように家族と接しているんですかっていうねもうすごいわけじゃないですかそしてそんな大変な中よくこのカウンセリングにこう来てくださいましたねみたいなところもちゃん,ちゃんとこう承認していくっていうところですよねどんなことで自分自身をケアしているのかっていうこともありますし なことで安心を感じるのか、人とのつながりを感じるのか、まあ、感じないのかみたいなところをやっていくってことですよね。体はどのような状態なのかっていうことをま観察したり、えー、ま質問したり、えー、見ていくってこと。どういうことかっていうと、例えばどのような呼吸をしているのか、呼吸は浅いのか深いのかね、お腹で呼吸しているのか胸で呼吸しているのかっていうでも変わってきますよね。 えー、他には、えー、どのような姿勢なのかねちょっと前かがみなのか後ろなのか傾いてるのかとかいろいろありますよねあとは体の凝りはどうなのか、えー、力が入っているのかね入っているとしたらどこどこに力がどんな風に入っているのか力を入れているってことはなかなかグッと押さえて身構えているっていうことでもあるし力入れているってことはあ,あんまり感情感覚を感じないようにしてたりするわけですよねだかららその感情はどれぐらい 感じるのかあー、ね、体の感覚はどれぐらいあるのか、まあ、それは山ほどありますよね目線はどうなのかとかもう一つ大事なのがこのアセスメントっていうのはこの、まあ、オンゴーイングだっていうね常にやっていくってことですねもちろん1回目のセッションでは丁寧にやりながら、まあ、でも2回目でも10回目でも15回目でも今じょどういう状況なのかとか何か実践してみてどんなふうに変わっていったのかとか あ体がどうなのかリソースはどうなのかっていうのをちょこちょここうずっとやっていくっていう一回やって終わりみたいなことではなくずっとやっていくってことが大事ってことですねこのクライアントさんにはこの質問だみたいなねまあ、1個かもしれないし5個かもしれないしここをやっぱりしっかり聞いてあげるっていうのがこのクライアントさんに役立つんだなっていうのはやっぱりあったりするわけですよねそれを だからこうマニュアル化されてテンプレート的にじゃあこれとこれとこれとこれって全部聞けばあのうまくいくのかとかいうそういうことでもないわけですよね。この辺はやっぱり現場の経験をやっぱり何年とか何十年とかもこう積んでいきながら磨かれてくることなのかなというところですね。この質問を一つしないだけで大きくこうずれていくっていうか。 アセスメントってことでお届けしました、えー、もしね少しでもいいなと思ったら、えー、いいねボタンと、えー、チャンネル登録もよろしくお願いします